ということで、今からこちらの押しボタンくん2と呼ばれてるんだけど、うん、感情を持った信号機ということで、はい、聞いてください。お水ください、乗せてください、アイスください、お金くださいっていう、この ね、 こね5種類の、ね、どれかが当たるっていう押しボタンくん2っていうね、ガチャをやっていきたいと思います。300円ですね。はい、何が出るかな。300円は100円の3枚です。分かってます。いきます。はい、何が出るでしょうか。じゃん。お、見た目一緒。見た目そうだ、色が一緒だから、どこ見ればいいんだ。下の多分開けてみないと分からないかな。開けてみましょうか。じゃあせっかくだから開けてみましょう。はい、開けます。はい、あ、これはカレーを持ってるということで、こちらのお水くださいですね。お水ください、このカレーのね、はい、お水ください出ました。あ、本当だ、カレーを食べて水が飲みたいってことね。すごい、ちゃんとリアルに押せるわ、かわいい。なるのかな。なりはしないよ。なりはしないのか。本当にボタンが押せる。あ、押せるだけなのね。押せます。なんだ、音が鳴ればなお良かったよね。確かに、でもこう置いとくのかわいい。かわいい。感情を持った信号機ってとこがね。そうそう、めっちゃかわいい。お水ください。はい、次にこちらの事務的なハンコ、ビジネスで使えるハテナハンコが登場ということで、なんだろう、ね、こちらをやっていきたいと思います。これがね、締め切り野蛮って。そうそう、でもこれ全部あの多分ハンコだと思うんだけど、そうだね、事務的なハンコ、いつも本当にすいません、締め切りやっぱり野蛮ですみたいな。、はい、こういうのはね、いっぱいあるっていう。あ、ここにラインナップが載ってるのね。ちょっと見づらいんだけど、ちょっと見づらいけどね、いっぱいある。こんな感じでやっていきたいと思います、はい、お願いします。私はね、オールオッケーですがいいの、うん、確かにオールオッケーですわ、普通に使えそう。では使えるよ。じゃん、やらん。え、開けてみようか、とりあえず開けます。はい、はい、なんだ。あ、これは神ではですね。神では、神ではこっちは何もないのか。あっちの方が見やすいですね。はい、これが出ました。神では点々点はてな。これ使えるんじゃない。これめっちゃ使えるね、友達の、ね、そう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 、手紙とかにも、ね、神とかね、使うしね。最後にね、こちらのクーリッシュもどきのね、はい、ガチャガチャをやっていきたいと思います。クールにアイスマスコット3ですね。クールもどき、クーリッシュもどき、クーリッシュもどき、これリミちゃんがクーリッシュ大好きだから、そうなんだよね、お土産に買っていきましょう。買っていきましょうっていうか、クーリッシュ出るかわかんないけど、全部クーリッシュ。あ、そっかそっか、もどきだけどね、もどきだけどね、味がね、バニラじゃないのもあるってことよね。そうだね。運命の瞬間はいかに。はい、3、2、1、コース。バニラ来た、やったじゃん。バニラバニラバニラ、リミちゃん、バニラ、リミちゃんってさ、いや、このとこ、ここにリミいないけど、今リミいいよね、ガチャガチャの。いいよね、あの子ね。バニラね。あ、すごい、リミちゃん用な、リミちゃんかわいい、これ可愛くない。プニプニしてる。あ、プニプニするんだ。ちょっと開けてみようか、一応。うん、リミ喜びそうじゃない。喜ぶね、これは、ね、喜ぶよ。これ開くのかな。あ、かわいい。あ、これ開かないんじゃない、さすがに。開ける、開く、開くって書いてある。開くの、甘い香りがする。マジ、ちょっと開けてみよう、せっかくだから。無理だ、私の握力で無理。はい、はい、ママに開けてもらいました。なんかさ、一回開いた、開けたらここが取れちゃうタイプだね、やっぱり。あ、すごい、ちゃんと中に入ってる、この黄色いやつが入ってる。ほんとだ、ちょっと嗅いでみて。ちょっとこのご時世だけど、どう、あんまり甘くない。甘くはないな。甘い匂いがするっては書いてあるけどね。うん、すごいプニプニして気持ちいいです。はい、じゃあリミちゃんに持って帰りたいと思います。はい、じゃあ帰りましょう。はい、帰りましょう。